皆さんこんばんは。今日は朝からとっても楽しいお稽古でした。今日はバロックの父バッハのポロネーズと短調を弾いてみます。正しい椅子のポジション、手首を柔らかく弾くのはいつも先生がきちんと言っていますが、言葉というのはとっても大切なことで、きっとできるよという言葉がけをしてあげることで子どもたちは喜んでピアノに向かってくれます。好奇心や興味を持って楽しく弾く、これがピアノ大好きになるコツで、興味深くいろんな曲を弾いてくれるようになりました。バッハのポロネーズと短調。違いを重ねてできるものなんです。良い子の皆さんも好きな曲や弾いてみたい曲を楽しく歌いながら弾いてみてください。いつも楽しいことをやってみることで子どもたちの笑顔を引き出すことができます。多少の間違いミスは誰にでもあります。言葉というものは必ず返ってきます。自分ならできる、これはとっても大切なことだと思っています。それでは1週間先生もよく頑張りました。1週間、地道な基礎練習も時には大切になってきます。自分のために練習はやります。人から言われてやる練習ではなかなかピアノに向かおうとしないのが現状かもしれません。ただ長く見守ってあげることで、良い言葉がけをしてあげることでまた頑張ろうと思ってくれます。バイバイ。